本田圭介を発起人として立ち上がった 4V4 ジャパンカップ U102023 プレセンティドバイ AU が26日に行われた 4V4 ジャパンカップ U102023 とは U10 年代小学4年生以下としては初の全国大会であり予選ラウンドから7500人超の選手たちが参加その頂点を決める決勝戦が26日に行われた ルールは基本的に5人制フットサルに準じるものの、4対4で行われている。大会にはホンダのほか、長友佑都、FC 東京、遠藤康人、ジュビロ岩田、乾隆、清水エスパルス、家永昭弘、川崎フロンターレ、酒井豪徳、ビッセル神戸、宮市亮、横浜 F、マリノス、そして現役を引退したり、忠成氏がレジェンド選手として登壇した。 スペシャルプロチームを結成し、有10年代の優勝チーム、コンパーニアと対戦。コンパーニアはカウンターから GK 長友が守ったゴールを破るなど意地を見せたが、試合は力を見せつけたスペシャルプロチームが6対4で制した。さらに、レジェンド選手同士が対決するレジェンドマッチも実現した。チーム分けは、長友、遠藤、ケ宮市の長友チームと、ホンダ、 家長堺の本田チーム試合の中では遠藤がパスでチャンスを演出するシーンや乾のドリブル突破などが見られた長友チームに対し本田や相撲が強烈なシュートを繰り出していった本田チームによるバチバチのぶつかり合いとなったそして最終的に13から13でサドンデス PK に PK 戦では4名までが成功して一巡し5人目に突入すると チームを率いる長友がコートをフルに使った助走の末に失敗したのに対し、最後のキッカーを務めたホンダがきっちりと沈め、チームホンダが勝利している。発起人の本田はこの大会について、言うまだまだポテンシャルはあると思っています。僕らが子供の時にはなかったんですけど、今日も対戦して思ったんですけど、レベルは僕たちが子供の時より高くなっているなという印象を受けています。 と総括したその上で今後に向けて発表といいますか来年は優柔にもやろうと思っています今年出たチームは本来来年はない今日負けたチーム瀬田ボーイも悔しかったと思いますけど来年も再来年も優柔にあります是非頑張ってほしいなと思いますと希望